はい、じゃあ紅白戦開始しましょう。イエーイ。はい、誰か実況よろ。いや懐かしいなマイク。さあ紅白戦、あ、いいよいいよ紅白戦。どっちがチームで、1P チーム対 2P チーム。 1P チームが2ヶ月ぶりにプレイのロロッパチさんと、2P 側、なんて呼んだらいいのかな。ルク、ルク、すいません、あのローマ字読めないんで勘弁してください。ルク、あのルビ振るようにお願いします。意地でも押しとる。あなたの、あなたの望み。SR463 対14のユキコ。何かが起こるよ、感動するぞ。ロロッパチさんの真田対 2P 側がルクさんのユキコです。さあ、タイプ 2P で対決するとこから始めてんの。さあ、どうなんの。はい、ロロッパチしてる。さあ、片面はユキコに来て、タイプからワンコも行けない。さあ、タイプからワンコも行けないね。さあ、ガードしてる。さあ、よいよ、そこに。いいよいいよ。さあ、必ず来るよ。ガード、ガードしてる。さあ、ゲーム5、8個、5は行かない。さあ、ゲーム5、8個、5は行かない。いいよ。ちょっと待って。さあ、ヘイトの前からこれが起こってくるよ。でも2点止め、体力リードは有効側が来たのかな。さあ、ゲーム5、8個、5は行かない。さあ、そこは走るわけじゃない。さんじゃねえやろ、ロッパチさん。まさかの兄弟対決一つ。ペルソナ4ジ・アルティメットイン真夜中アリーナ。ま、じゃあちょっと ようこそいらっしゃいました。マイクお願いします。あ、マイクいただきました。今回初参加のルフです。よろしくお願いします。夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。あなたのお姿がその分。意地でも押しとる。それでは、ご分を。煽っていく。下克上なるか。ラウンド1。ワンピー側が怖いからあなたの体に。一気に怖いよ。ちょっと待って。
次は浜村の方。やっぱり師匠には勝てないな。チラッチラ 2P 側の勝利です。